この大きさのグミを作ろうかなと思います。うまい、いい、うわ、お、いいんちゃう、いいんちゃう、いけるて、うおー、どうも、コロドランズのコークです。大輝です。アースです。ダーガンです。いやー、今回は、はい、僕の申し込み企画、タクティカルショットガンを、この大きさのグミを作ろうかなと思います。めちゃくちゃでかいです。じゃあ、これいけんの、これ、この再現、カポカポ。もうここ閉めてやんねん、お前。ごちゃごちゃ言って、ほんまに。廊下だってなさい。ごめんなさい。今日の企画は、タクティカルショットガンの巨大グミ作ってみた。グミの作り方を教えてもらったから、もう専門の方で、もう専門の方で教えてもらったから、じゃあ早速、巨大グミ作っていきましょう。これをシリコンで、かたどるんですけど、これを容器代わりに使ってやっていこうと思います。はい、出来上がったのはこちらです。よいしょ。わ、めっちゃぴったりじゃん。ぴったりやん。もう完成かのようなテンション。まだね、段階では自分の 0.5 しか完成してないよ。これからだからね。これ 0.5？ いや、そんな、こんなさ、容器だけ作ってさ、できるわけがあるかっていうことで、次やっていきましょう。粘土を使って銃の穴あるじゃん、埋めていくという。そのまま垂れ流しちゃったらこの中に入っちゃう。ああ、ここに埋めてこう綺麗にかたどろうという作戦に出ました、私は。できました。このね、中とかもうわっできてるんだ。埋めてんすよ。ねえ、そんなんうわっ、鼻くそ出てる、鼻くそが出てる。え、ちょっと下そんなみんな引かないで。続きましての工程なんですけど、シリコン、硬化剤、これを混ぜ混ぜするんですよ。で、なるほど、固まってから置いて、またシリコンで、あ、混ぜるからね。おお、米よ。いけ、いけ、いけ、混ぜろ、混ぜろ。いけ。いや、こっからが勝負やで。こんな感じでやりました、みんなで。ここでできたら。いいね、めっちゃ綺麗だね。次なんですけど、はい、はい、ちゃんと綺麗に作るために、うん、さっきのやつを表面にべったり塗ってから、こう下にやっていきましょう。やろう。うわ、すげえ。どうどう。見て。どうどう。いけいけいけ。固まっちゃうかな。じゃあ、表面濡れたんでね、はい、置いていきたいと思います。いきます。はい、おー、すげー。シリコン、これ、もう一回入れよう。はい、全部。おーら、すごい。結構もう使ってきたでね。よし、全部入れ終わったんで、2時間ほど待ちたいと思います。おーい、やばー、お、こっちこっちよ。で、固まったとこで刃物でね、ここら辺をこうかたどって取りやすくしましょう。そういうことね。やりますか、じゃあ。やってやろう。うわ、やば、杏仁豆腐みたい。よいしょー、よいしょー。見てください、すげえ、すごい。繊細な作業が求められる。いける、いっせーのーせ、うわー、うわー、じゃーん、見てこれ、ほんまにもうタクティカルショットガン、タクティカルショットガンです。大成功、イエーイ。早い早い、まだだわ、まだだわ、まだ終わってない、まだだわ。とりあえず型はできたということですね。まあ見てわかる通り、もう片面作ります。え、あの、これだけじゃないじゃないですか、普通に考えて。この銃を再現するんだよ。え、半分だけでええんちゃう。てのは嘘なんですけど、教えてもらった人いたじゃん、この人に片面作ってもらったんよ。やっちゃー、やばくね、クオリティの差。え、すげー、めっちゃ綺麗なんだけど。え、どうしたらこうなる。型できたので、はい、本体のグミを作っていこうかなと思って、見せてしまいましょう。そっちの方が楽しみ。今回は、ね、グミをちょっと固めに作りたいとね、うん、だから4倍で作ろうかなと思います。投入、うん、ゼラチン入れていこうぜ。えい、魔法だよ。ツンとくる匂いやな、ね、うん。ゼラチン長時間置きました。めっちゃカチカチじゃん。カチカチ。はい、それでは火をつけて、まず溶かしてから、ゼリーが1に対して色をつける水を1足すから1対1でね、うん、混ぜていこうかなと思います。まあ、白はカルピスでやって、赤はまあ着色料だけで、味付けはなしで。マジ、まあ、とりあえずこれ見れるために赤入れます。ゼラチン溶かしていきたいと思います。しゃーい、できた。え、もう溶けてんじゃん。え、マジ、え、早っ、早い早い早い、溶けてます。あ、ほんとほんと、
全部溶けました。トロ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 、うわありがとう、すげえ、待って、うまい、いい、もうカルビの匂いが、こすげえ、カモンカモンカモン、やばい色のジュース、すげえやば、おお匂い、ムーミー、ムシュー、ほっ、一回ソップ、おー全然赤い、すげえ赤い、やば、今コウ君たちやってくれてるから、この部分塗った、でこの上に白やれば綺麗にこうなる、分かれ目の部分を粘土でこうやって止めて、でこれ流していこうって感じでやってまーす。白と赤のはいグミを分けてやっていこうと思います、はい、ラストでラスト頑張れ、頑張ろう、よーし、はい、うわじゃあなんかはい、ということで完成しましょう、すげえな、綺麗にね、肩は取れたよね、肩だわな、まあ、そこ疲れたか、入れた時からね、気づいてたけどね、まあ、みんな気づいてたでしょ、真っ赤っかなんだよな、ぶっちゃけさ、この白くしようとしてた真ん中の部分も赤くなっちゃったじゃん、ここをも取って、もう一回白のやつ流せば、こいつと混じんなくて綺麗になるんじゃないか、そうだね、っていう、そうするか、もう俺たちはもう、なんて言ったってコロドラーズやから、そうだよ、もう一回やり直すぞ、真ん中、イエーイ、無事取れました、イエーイ、あーなんか寂しいな、頑張ったら、ね、寂しい、まず寂しい、しゃあないからね、これをこれをまた再び入れていきたいと思います、はい、それでは完成しました、はい、うわまあ、完成って言ってもあともうこれとこれをもうガッタリさせるだけなので、ね、表面をドライヤーで少し溶かして、でこれをガチャンコ、なるほど、くっつけよう、よいしょ、よし、これ失敗したらもうやばいな、点火、はい、すぐまた固まっちゃうから、ま、固まっちゃうからすぐ行こう、せーの、やばーやばい、これは大成功、いやよかったよかった、頑張ったかった、めっちゃよかった、ね、重ねたやつを一つにバンってやっちゃう、マジで怖いな、いきます、3、2、1、いけるいける、おいんちゃう、いんちゃう、いけるで、めっちゃそっくりじゃない、ちょっと本物のやつ持ってこいよ、はい、これやべえ、うわこれはやばい、え、そっくりや、真っ白にしてよかったね、ね、マジでやり直してよかった、てかさ、かぶりつきたくね、いやもうみんなで行こう、最初の一口でも、あ、確かにそれはかぶっといきます、せーの、これさ、うん、正直あんまうまくはないし、あんなやつと比べると、まあね、やっぱりちょっと落ちるかなみたいな味は、そうです、あの今回僕が企画した、はい、タクティカルショットガンのグミ成功しました、マジで成功、マジで成功、マジでよかった、いや、ね、こんなうまくいくと思わんかった、マジでやばい、うんまっ、うー、皆さんぜひぜひ作ってみてください、はい、ということで、はい、今日の動画が面白いなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、よろしくね、それでは皆さん、チャンネルです。